Long ago, when light and darkness still bore life, the goddess emerged from the light, and an entity known as the Vile God burst forth from the darkness. Wake up, Fang! Fang, wake! Hey, Fang! It's me, Erin! You're so pathetic! You haven't! Hurry up and get- Nah. Huh? I know exactly where I am. In fact, you- Idiot! You're handled- That's fine. I'm awestruck! Good point. Let's get out of here. I'm tired. Prison life. Quit messing around. Stop talking back to me, all. You should be thankful. Just so we're quick enters and fix. Now be quiet. I put the. Why did I get stuck? Man, I'm starving. I wish so. How's it going? Oh, that? Occasionally sketch? Oh no, tell you what. I see. Give me some food. I am the life that resides in the fury. What's your name? I'm Fang. Nice to meet you from this day. Hey, wait a minute. Offense? Fencers are that sort. If you. What the? I thought I just. Not at all. Now, No. Huh? I said just. Get me. It's an unbreakable blader. Wait a second. Cool story. I did. Here. Hold up. All right. Who are you, Barry? This is friggin' annoying. Ready, Bang? You're just a damn sword. I'm not a regular. That's it. What? Monkfish wog. What are you? Ah. What are you talking? Let's do this. Executing. Kaboom! Next. Impossible. I knew I was wrong. I didn't re- That's right. Now. Maybe it's hot like I. What is this? Did you forget? Punch. Huh? Yeah, so... So... Never mind. I must seem really in... What? After you abandoned me. And I won't rem... Well, as annoying... Right? See? But... Condition? Get some... This is friggin' annoying. All right. Fair. Idiot. It's- What is this fair- Stop talking. Just shout it out. Nothing. You are an idiot. Let's do this. Best. Not done yet. Yeah. Next. Stop resisting. Pain don't hurt. Stop resisting. Let's do this. Executing. Kaboom. Impossible! I knew I was strong! This is a- Gotcha!
a long way. If we just... しねえかって、あからさまにやる気なくさないの。ほら、行くわよ。へいへい。よっ、よっ、せい、よっ、せい、よっ、せい、さ、た、もーらい。覚悟はいいんだな。やらせてもらう。マジカルエフェクト、バーンエクスプロード。ほら！しゃがり！こんなな！よっ！はっ！よっ！せい！泣くな！よっ！かかってこい！さーてと。マジカルエフェクト、バーン。燃えろ！どうだ？俺にかかせはっよっ覚悟はいいんだな。行くぜ。マジカルエフェクト、バーン。燃えろ。どうだ、こんなな。苦労させやがって。とっとと引っこ抜いてずらかろうぜ。ん？ちょっと待って。何かいい匂いがするぞ。おお、うまそう。ちょっとファン君、フューリーはどうすんのよ。フューリーは
旅のお方、さぞかしお疲れでしょう。ちょうどカモミールティーを入れたところです。よろしければどうぞご一緒に。うわありがてえ。ちょっと待って、ファング、どう見てもうさんくさいでしょ。怪しすぎるわ。体が動かねえ。もしかしてしびれ薬？もうファングのバカだから言ったじゃない。何者だてめえ。ほら、お茶をごちそうになっておいてお礼も言えませんの？無礼なこと。まあいいですわ。私はティアラと申します。こちらは私のパートナー妖精のキュイ。あなた、薬入りのお茶などという古典的な手に引っかかるなんて、フェンサーとしてはまだまだですわね。いいお勉強になったでしょう。お礼の代わり、このキュウリは私がいただいていきますわ。ちょっと待て、汚ねえぞ。ご冗談を。私は綺麗ですわ。ほら、お飲みなさい。なんだ、また毒か。いいえ、解毒剤です。あなたをこのままにしておくのは忍びがたいですから、これを飲むと5分もすれば動けるようになります。まあその間に私はおさらばしてますけど。一瞬優しいかと思ったが、やっぱり汚ねえ。ほら、汚いのはあなたの顔ですわ。パートナー妖精さんも残念なお顔ですし。まあお二人ともお似合いですけど。なんですって。そうそう、それにすげえ口うるせんだわこいつ。あら、気が合いましたわね。気が合ってる場合じゃないでしょ。そうだった。そこの上品ぶったドブス野郎、根性ババ色だな。ろくな死に方しねえぞ。なんてひどいことをおっしゃるの。でもなんだか新鮮。何この女。では目的の品も手に入れたことですし、私は失礼いたしますわ。ごきげんよう。あ、ちょっと待ちなさいよ。ファングしっかりして、追いかけるわよ。まだ体がしびれて動かねえんだ。チンピラさ、お決まりのキャラってやつだ。黙ってそのフューリーを渡すんだな。さすが、お決まりキャラであって、ずいぶんつまらないお顔をしていますのね。あなたに差し上げるものはございません。けっ、なら腕ずくでいただくぜ。あんたごとな。
そのお高く止まった顔が泣き顔に変わるのを見てみたいね。それは俺も見たい。誰だてめえら。あら、私を追いかけていらしたのね。ファングさんだったかしら。わかりますわ、私を愛してしまったんですよね。なんて可愛らしい方でしょう。なわけねえだろ。てめえ、この女の仲間か。違う。ええ、そうですわ。こちら、私の頼もしい下僕ですわ。ファグさん、私、あちらの方に迫られて困ってましたの。助けていただけます？誰があんたの味方なんか。てめえもフェンサーか。だったらちょうどいい。てめえのフューリーも置いていきな。あっちゃー、しかやるしかねえな。邪魔すんなっての。いせマジカルエフェクトバーン。燃えろザワバー。次なろ。やっぱ俺って強い。お疲れ様です。あら、どうかしましたの。いや、意外で。お前のことだから、俺たちが戦ってる間にずらかるかと思ってた。だよね。私、そんな失礼なことはしませんわよ。それより一つ提案がありますの。あなた方にとってこれ以上ない嬉しいことです。提案？あなたたち？マジで私の下僕にして差し上げます。どうです、素敵でしょ、嬉しいでしょ。はあ？あなた方のように腕の立つ方が一緒ですと、とっても心強いですわ。私のようにか弱く美しい乙女が一人で行動すると、どうしても先ほどのようなことになりますし。な、勝手な。なんで私らがあんたなんかと組まなきゃいけないのよ。ほら、あなた方にとってもメリットはありますわ。戦いの時人数が多い方が有利でしょ。それに私、演者が宿を経営しておりますので、お泊まりの場所も提供できましてよ。冗談じゃないっての。誰があんたみたいな腹黒女と。その宿の飯はうまいのか。もちろんですわ。どこぞの三つ星レストランからシェフを引き抜いてきたと聞いております。よしくま、飯目当てかい。いや、それだけじゃねえ。あの女の言う通り、その方が戦闘が楽だろ。フューリーだって集めやすいじゃねえか。て、あんた、あの女にフューリー集めやらせて自分は楽しようとしてるんじゃないの。さて、宿に案内しろ。三つ星の飯でも食おうじゃねえか。へえ、ついていらしてください。ちょっと待ちなさいよ、こら。おじいちゃん、許せ。命が惜しかったら、ついでにそのガキもな。俺たちでたっぷり可愛がってから高く売り飛ばしてやるから。いやいきなり砂嵐かよ。やべえ。失礼。どうやらお困りのご様子ですね。あなたはなんだ。てめえはどこから湧いてきやがった。貴様、何者だ。僕の何が知りたいのですか。名前ですか。生き方ですか。それとも剣の腕ですか。名前はシャルマンです。もう聞いても仕方ありませんね。シャルマン、敵対勢力の増援を確認した。なんてこったい。俺の可愛い子分どもが。てめえ、許せねえ。そう、君も彼らの後を追うつもりですか。ならば容赦はしません。リシン、全兵力解放、合体します。ネガティブ。目標の戦闘力は低レベル。合体の必要を認めず、
シャルマンの戦闘力なら勝率 100%。 どのような時も全力を持って当たるのが僕の流儀ですが、君がそう言うなら仕方ありませんね。この野郎、なんだか知らねえが俺をバカにしてやがるな。ぶっ殺してやる。確かにリシンの言う通りでした。さて、おじいさん、怪我はありませんか？はい、危ないところをありがとうございました。お兄ちゃん、ありがとう。僕はするべきことをしたまでですよ。これは一体。綺麗。どうか良い旅を。あなた方に神の祝福がありますように。さあ行きましょう、リュシン。あの方はきっと神様のお使いだよ。そうだね、ありがたいことだよ本当に。宿屋ひまわり荘ですわ。よし、手始めに三つ星シェフの料理だ。次に三つ星シェフの料理で、お次に三つ星シェフの料理、そして最後に三つ星シェフの料理で締めだ。あんたね。ね、三つ星シェフの料理はどこだ？いらっしゃい、お待ちしてたよ。お世話になりますわ。なんだこのおばちゃんは。この宿のおかみさんで、私の縁者の方ですわ。お食事は彼女が作ります。このおばちゃんが三つ星シェフか？そうは見えないけど。大丈夫、彼女の料理の腕は三つ星レベルですわ。騒ぎだ、お前嘘ついたのかよ。彼女のいとこのお嫁さんのお兄さんのご友人が三つ星シェフです。つまり彼女もほぼ三つ星シェフですわ。世間でそれをなんて言うか教えてやる。他人だ他人、料理の腕と全くもって関係ねえ。お兄さん、私が三つ星シェフじゃないって疑ってる？私の名前は三つ星、つまり正真正銘の三つ星シェフさ。なんだその小ネタは。料理が美味しければ文句はないでしょ。細かいことにうるさいと水虫になりますわよ。なるか、どんなつながりだ。おや、お兄さん水増しなのかい？うげ、ファング、部屋の中を裸足で歩かないでよね。断じて違う、俺様の足は蒸れ知らずだ。グズグズしてないで早く部屋に行きますわよ。いろいろとお話ししたいこともありますし。今度水増しに効く薬草をあげるから元気をお出し。だから俺は水増しじゃねえ。話ちょっと。別にいいけどよ。すぐにお見せしますわ。なんだかわかんねえが。アリンさん、では。なんだこの感じ、体がふわっと。まだですわ、目は決して開けないで。ちょっと、いいですわよ。何だってんだ。Thank you.
妖精。今はそんな軽口相手にしてらんないわ。どこよここ、私たちどうやってここに来たの？ここは時間と時間の狭間にある意識空間、まあ夢みたいなものですわね。これは私、いえ、キュイの特殊能力です。キュイ、へえ、あなたなんかすごい能力持ってるのね。現実じゃねえのか。不思議なもんだな。ここはかつて女神が封印された空間、そしてあちらにいるのは邪神。そう、邪神、かつて世界を滅ぼそうとしたと言われる邪悪なもの。現在は体中に刺さった剣で封印されていますけど。本当だ、かすかに魔力の波動を感じる。死んではいないのね。それは女神も同じだけれど。ああ、よく見りゃなんかトゲトゲがいっぱい刺さってんの。あれで封印されちまったのか。ええ、そしてそのトゲトゲもまたフューリーなのです。宿った妖精は力をもう使い果たして消えてしまったけれど。フューリー、確かに動力源は妖精だものね。かつてお互いを封印したフューリーも前段は命中しなかったようです。外れてしまい人間界に残されたもの。それが私たちのような妖精とフューリーってわけね。はあ、よくわかんねえけど。で、何だってんだここが。先ほど手に入れたフューリーを使い女神に刺さった剣を抜きます。それって封印を解くってこと？ええ、そうです、女神様の封印を解きます。おい、もうゴールじゃねえか。よし、俺はたらふく運命飯を食わせてもらおう。いや、1本や2本抜いたくらいじゃ復活しないでしょ。それよりフューリーを使うって。中に宿る妖精をあちらのフューリーに移して起動させ抜き取ります。それで女神が復活？いえ、その他にも何かが必要なようですが、そこまでは分かりません。肝心なとこは分かんないって。そもそもどうしてあんたがそんなこと知っているのよ。私でもこんな場所知らなかったのに。それはフェンサーたるもの、女神と邪神を調べるのは当然です。むしろ知らないあなた方の方がおかしいですわ。それにここに来られるのはキュイのおかげですし、だいたいあなたは記憶喪失なのでしょ。残念ですわね、忘れなければ知っていたかもしれませんのに。返せない。ちょっとファング、あなたも黙ってないで何か言ってよ。ああ、俺にはよくわかんねえや。とにかくフューリーを集めて中の妖精に封印を解いてもらえばいいんだろ。だったら当初と目的は変わんねえし、いいんじゃね。まあそうですわね。ああ、すると封印を解こうとすると何かが襲ってきますの。注意なさって。何か、何かってなんだよ。多分封印を守る防衛装置みたいなものかしらね。そうですわね、なかなか手強い相手です。抜くときは注意なさって。試してみたの？それがフェンサー自身と契約しているフューリーは使用できないようです。契約の絆が継続中だからでしょうね。なんかあんたの話ってさも見てきたかのようね。罠か何かじゃないでしょうね。私そんな手は使えません。カモミールティーの剣、忘れたとは言わせないわよ。細かいことはいいですわ。女神を復活させるという目的はあなたも同じなのでしょう。とにかく私たちはフューリーを集めて女神の封印を解いていく。いいですわね。その他の方法ってのが気になるけど。そういうこったな。
始めます。これで終わりです。ぶってぶって、いかがです？終わりですわ。やった。仕事をねぎらうのも上司の務めですからね。誰が部下よ。誰が。いい、はっきり言っときますけど。おい待て、この抜いたけなんかすげえパワーを感じるぞ。ほんとだ、何これ。女神の神器に染まったのかよくは分かりませんけれど、共鳴効果、レゾナンスエフェクトが強力になったようですわね。レゾナンスエフェクトです。フューリーにフューリーを共鳴させると不思議な力を発揮することがあるようですの。不思議な力ね。あんた本当にどっからその知識を得たのよ。ですから、いろいろ古い文献を調べたのです。女神復活に近づくのは間違いないのですし、細かいことはいいでしょう。キュイ。そうだけど。どうでもいい女子だ。あら減った、帰ろうぜ。そうですわね。三つ星シェフの晩ご飯いただくとしましょうか。思い出させるなよ、俺のがっかりファンタジーよ。ごめんなさいね、本当のことなど言えませんの。
始めます。これが水の力です。これが水の力です。たわいもないもん。さあ行きますわよ。
なたが相手かしら。これが水の力です。さてと、マジカルエフェクトバーンエクスプロード、ホロー次行きますわ。これが水の力です。次さあ行きます。これが水の力です。次覚悟しな。マジカルエフェクトバーンエクスプロード、ホロー、どうだ、お夜食大体
が水の力です。たあいもないの。あら、この程度なんですよ。これが水の力です。次、やった。
が相手かしら。これが水の力です。たあいもないわ。あら、この程度なんですよ。これが水の力です。終わりですわね。さあ行きますわよ。これが水の力です。たあいもないわ。マジカルエフェクトバーンエクスプロード。ほら本当の力見たいかしら。次お夜食大会。